第一朗読、人たちの選挙。その日、パウロとバルナバは、ペルゲから進んで、ピシディア州のアンティオキアに到着した。そして、安息日に街道に入って席に着いた。集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかし、ユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵って、パウロの話すことに反対した。そこで、パウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉は、まずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい。私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして、永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして、主の言葉はその地方全体に広まった。ところが、ユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや、町の主だった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。それで、二人は彼らに対して、足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。神の御言葉。第二朗読、ヨハネの牧師。私、ヨハネが見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、
言葉の違う民の中から集まった。誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目癒しの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立っていった。長老の一人が私に言った。彼らは大きな苦難を取ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ、彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや植えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。神の御言葉。私の羊は私の声を聞き分ける。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを捨ており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず。誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり。誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。主の御言葉。さあ。In excelsis, praise.
私にも聞かせてください。